小西八十0基地、小西八十0基地、小西式安置地、本名同じ、1963年12月31日帯は、アメリカ合衆国ハワイ州オアフトホノルル市出身で、現在は日本国籍、貴カの元大相撲力士、高砂部屋所属、株式会社、KP 所属のタレント。現在は小西小西の芸名で、タレント活動を行っている。 他に、子供向け教育番組などでコニちゃんの芸名を使用することもある。本名の旧姓は、塩田。米国籍時代の本名はサレバ・ファウリ・アティサノエ。機械以前の大相撲時代にはサレバ・アティサノエと記載されたこともある。相性はサリー、コニちゃん、黒船。現在の体格は、身長184センチメートル、体重153キログラム、血液型は a 型。 星座はヤギ座。関取時代のプロフィールは、身長187センチメートル、体重275キログラム、最重量時は285キログラム。ロンドン巡業では、当時大相撲史上最重量の巨体を形容するダンプトラックの異名が与えられた。特異種は月、押し、決め出し。最高位は東大関、外国出身所。横綱を含む、 幕内力士としては三人目の子二式、重量以下を含めては六人目の子二式である。喫水のハワイアンではなく、両親はサモアからの移民。ただし、ポリネシア人の身体形質、言語上の同質性は極めて高いで、サモア系アメリカ人でもある。十人兄弟姉妹の八番目、上から六人はサモア生まれ、子二式含む、下の三人はハワイ生まれ、 一人はいとこ。兄にアントニーを猪木と格闘技戦で戦ったことも、ある、あのあるアティサノエ。親族の中に、アメリカのギャングスタラップグループ、ボーヤー、TRIBE のメンバーがいる。元大関で、現役引退後は当初、年寄り、スケ山を襲名し、高砂部屋の部屋付き親方として、更新の指導に当たっていたが、人気者だったため、タレントに転向。旧芸名は、 古名をローマ字にした小錦であった。小錦八十七は高砂部屋の由緒ある古名であり、芸名としての使用は許可されなかった。その代わり、ローマ字の小錦は、と聞かれて、ローマ字なら、OK と許可が下りた。この時点で、名字は前妻の縁伝を名乗っており、小錦と改正した時期は、その後、前妻と離婚し再婚した後である。 芸名としては認められなかったが本名としては認められた。株式会社 KP a 小西喜パワーの略を設立して活動し、特に CM で好評を博した。歌手としてもアルバム、小西喜 KMS 小西喜シンプリーを出した。2003年5月には東京ドームシティでレストランアンバランスを出展した。しかし、 2010年5月に今後はハワイアン歌手としての活動を除き、本名の小西紀八十吉名義で活動することを自身のブログで公表した。サモア系移民の家庭に生まれ、貧しいながらも経験なクリスチャンである厳格な両親のもとで育てられた。小学校から運動万能で水泳、陸上、バスケットボールで楽しんだ。私立高校に入ると真面目だった素行が悪化して、 毎日喧嘩に明け暮れ、兄と二人で親戚の救援に駆けつけて、バットで右目が見えなくなるほどに殴られたにもかかわらず二十人を倒したり、教会の賛美歌の練習を怠けて遊びに行ったのが父に知られて、背中をホースでめった打ちにされ、二日間は横になって寝られずに椅子に座って寝た。心配した父にハワイ大学付属高校へ転校させられるとそこが元に戻り、 スポーツと学業に身を入れ始めた。アメリカンフットボールではオフェンスラインマンとして活躍し、4年生では首相を務めてハワイ州高校オールスターにも選ばれ、パワーリフティングではスーパーヘビー級選手としてハワイ州のチャンピオンになるほど活躍した。学業では特に数学が得意で、将来はシュラキウス大学へ進学しての弁護士を志していた。他にも吹奏楽団で、 サックス担当として本土へ演奏旅行に出かけたりもした。以前から知人の元プロレスラーに入門を勧誘されていたが、貢献さんとも親しい人だったので、1982年昭和57年5月末にホノルルで完成した貢献さん記念土俵の土俵開きと墓参りで訪ねて、来貢健さんに紹介されて熱心に勧誘され、 家計の苦しさも知っていたので入門を決意し、泣いて反対する母を説得して1982年、昭和57年6月に入門した。成田空港に降り立った時の小2式は、上は T シャツ、下は民族衣装の巻きスカート姿で、手にした小さなカバンの中は、着替えのシャツなどのほか、バイブルや家族写真、それに、母親が持たせてくれた五千円札一枚だけであった。 初土俵は、同年、7月場所、新弟子検査では、体重計の目盛りを振り切ってしまい、急遽もう1台用意して、足を片方ずつ乗せて測定。1台では150キロまでしか測れなかった、105キログラムプラス70キログラムと記録されている。下り腕が太すぎて、血圧計が使えないなどの破格ぶりを示した。足のサイズは35センチメートルあった。 国技館に常設されている力士専用トイレの個室便器は彼が使用すると小さすぎたために後に陶器メーカーに特注することになった。入門すると高砂親方元横綱朝潮に押し相撲の基礎を教え込まれる。稽古では回しを取ったり変わったりするとしないで容赦なく殴られた。入門当初は兄弟子からいじめを受けたこともあった。 兄弟子たちからの暴行や身の回りのものを頻繁に隠されたり、故郷の親や友人から届いた手紙を捨てられたこともあったが、たとえ嫌がらせを受けても、その場で仕返しすることはしなかった。稽古で土俵に上がった時に相手を思い切り打ち負かすことで兄弟子たちへの復讐をしていたという。それ以来平野内で彼をいじめる者は誰もいなくなった。若い頃は、 高見山に傾向をつけられ言葉や、習慣の違いについても相談相手になってもらうなど色々と世話になったという。また、水戸泉も良き理解者で、水戸泉が優勝した場所では自ら優勝騎手を務めた。小西木も昇進後は、後輩の外国出身力士の面倒をよく見たといい、部屋の後輩南海流の酒癖を大層心配して、飲みに行った際南海流が席を立った隙に酒と、 ウーロン茶をすり替えてしまったというエピソードなどが伝わっている。後の横綱武蔵丸は入門当初から目をかけられており、ウエイトトレーニング器具を買ってもらうなどしたこともあるといい、私生活でも上下関係を排して接する間柄だったという。1984年7月場所、初土俵から所要12場所で新入幕。入幕2場所目、倉前国技館での 本場所開催が最後だった1984年、昭和59年9月場所、全頭6枚目の地位で初顔合わせの千代の富士、高野里の両横綱からそれぞれ、初金星を奪い、千代の富士には、干渉、さらに横綱昇進を目指した大関若島津も、倒すなど上位陣をなぎ倒し12勝3敗、主君賞と関東賞を獲得し、黒船来行、別名、襲来、 小西木旋風、別名、台風と恐れられた。印象的な逆区の字の守りに加え、この頃は足腰も高健さんとは全然違うと評されるほどに足腰が良く、諸突防進の攻めのみならず、こと風のガブリ寄りをこらえることができるなど守りも非常に堅かった。この時代が最強だったという見方は根強い。しかし、最大の苦手きた天竜には、 発顔以来6連敗を喫するなど壁も多かった。実力の反面ちょと突猛信な取り口や地元紙のインタビューで発言したとされる、相撲は喧嘩だ発言、相撲はファイトとことたことが誤解されたという等の過激な発言が品格に欠けるとして一部で物議を醸し、小坂秀治に至っては、小西樹は2場所連続優勝でも横綱にすべきではない。 と雑誌の連載で表明していたとであった。1986年、昭和61年1月場所小結びで10勝、3月場所同じく小結びで12勝を挙げた。特に3月場所は12番全ての決まり手が基本技であったことから前に出る相撲に徹したことが認められた形で技能賞を獲得した。関脇に復帰し大関昇進をかけた5月場所、この場所は 関分けだったが7日目まで3勝4敗と、不調。さらに8日目では、小西木と同じ、花の三八組、昭和38年生まれのライバルだった、当時大関の北尾、後、第60代横綱、総羽黒との対戦で、取り直しの一番で、小西木が釣り上げようとしたところで、北尾がサバ織りをかけ、両者合わせて4 0 0ラム以上の体重が、小西木の右膝に集中。 耐え切れずに人体を損傷、骨折という、大怪我を負ってしまう。この負傷により2場所連続休場、当時は、交渉が適用されたを余儀なくされ、再び平幕の地位に転落、大関取りも、一旦振り出しとなる。その後も右膝の怪我はついに完治することなく、現役時代はこの後遺症に苦しんで、甲府町の波が大きくなり、大相撲史上最重量のその身体。 当時、約二百四十キログラムをむしろ持て余すことが多くなった。プッシュ戦法が壺にはまれば無敵であるが、一歩間違うと、驚くほど脆いという土俵の繰り返しだった。膝の故障でどうしても稽古を減らさざるを得ず、それが体重を増やし余計に膝を悪化させる、悪循環になったという。後年後日式は、筋肉の質が硬かった。武蔵丸の方が柔軟で僕より、 全然頑丈だったと自身の体質について、10回している。なお、それから、翌年の1987年、昭和62年3月場所8日目には、当時気鋭の大関であった北天佑との対戦で、皮肉にも北天佑の膝に、小二式の全体銃がのしかかる形で、致命的な負傷を負わせてしまう。取り直しの一番では、北天佑が、 膝の怪我を痛がっていることを察した小西式が、怪我をかばいながらそっと寄り切るという内容で勝利するも、翌9日目から、北天竜は2場所を連続休場、交渉適用とな。前頭4枚目から出直しとなった休場明けの1986年、9月場所は12勝3敗の好成績で、翌11月場所は、関分けに復帰。1987年1月場所で10勝。 同年、3月場所で11勝、そして再び大関昇進をかけた同年、5月場所では12勝を挙げ、3場所関分けの地位で合計33勝12敗を挙げ、5月場所後に小西式は念願だった大関昇進を果たす。さらに、外国出身力士としては、史上初めての大関誕生ともなった、同時に大関、北東海も第61代を小綱に昇進した。 それから横綱を期待されたものの、最大の苦手北天竜に苦敗を舐めさせられたり、膝の故障の影響で勝ち越しても8.9勝止まりの成績が続いたり、1988年、昭和63年9月場所は3勝12敗という、15日制における、大関としての解禁最低敗退記録。当時、現在では、千代大会の2009年3月場所の2勝13敗、 の大敗を起死してしまう。また同年九月場所直後には、面倒を見ていた弟弟子の元幕内、南海流が飲酒をめぐるトラブルから突如廃業し、さらに数日後師匠の高砂郷屋方が、新郎の影響からか、脳一血で救出するなど身辺でも不幸を相次いだ。元号が、昭和から平成に変わった1989年、平成元年一月場所は三勝八敗と、 負け越してから途中休場、同年9月場所も解禁ながら5勝10敗と負け越したりで勝ち越しても最後まで優勝争いに加わる成績はほとんど残していなかった。しかし次の11月場所、小西樹は通算4度目の大関カド番ながら絶好調、初日からストレートの8連勝でカド番脱出、12日目に北東海に敗戦となり、 連勝は十一でストップしたが、最後まで優勝を争った千代の富士には、十三日目の直接対決で勝利する。そして千秋楽では、ことが梅に勝って十四勝一敗、ようやく悲願だった幕内初優勝を果たした。小西木は高見山に次いで、史上二人目の外国出身の優勝力士となった。なお初優勝を決めた瞬間、小二は、勝ち残りの土評価で思わず、 涙を流している。当時のマスコミは、その小西木の涙を歓喜にむせぶ男泣きと報道したが、実はそれは嬉し泣きではなかった。小西木は引退後に、なぜもっと早く優勝できなかったのか、と、あまりの悔しさで思わず泣いてしまったのだ、と説明していた。このコメントは有名なエピソードである。翌1990年、平成2年1月場所では、 小西木自身初めての綱取りに挑戦。序盤戦は5連勝したものの、中盤戦で5連敗してしまい、失敗、終盤戦5連勝の10勝5敗に終わった。同年、3月場所では先週落、横綱北斗海、関脇、当時霧島と3人ともに13勝2敗同士の優勝決定戦、ともえ戦に進出。ともえ戦の1戦目では小西が北斗海を下し、2戦目の 霧島に勝てば、小西式の優勝だったが惜しくも敗戦。三戦目は北東海が霧島に勝利し、四戦目に再び小西式が土俵に上がったが、最後は北東海の下手投げに敗れてしまい、結果幕内優勝は横綱、北東海、小西式と霧島は優勝同点に止まった。三月場所後に関脇、霧島は大関昇進となる。 千代の富士が引退した1991年、平成3年から安定期を迎え、同年、5月場所から翌1992年、平成4年3月場所にかけて6場所で75勝15敗の好記録を残した。1991年5月場所は、小西木和人だけ初日から14連勝したが、同場所先週楽結びの一番では、13勝1敗の、 横綱朝日富士についに負けて15戦全勝優勝はならず、続く14勝1敗同士の優勝決定戦でも、再び朝日富士に片透かしで敗れてしまい、逆転で朝日富士に優勝を奪われた。それでも、同年11月場所は13勝2敗で2年ぶり2回目の幕内優勝を達成。翌1992年、 平成4年に1月場所は12勝3敗、幕内初優勝した高花田の14勝、優勝時点の明けぼのの13勝に次ぐ3位相当の成績、さらに次の3月場所は13勝2敗で2場所ぶり3回目の幕内優勝を果たしたが、これが小二式として現役最後の優勝ともなった。かつてはこの成績なら当然横綱になれたが、 大関で二場所連続優勝の内気を満たしていないとの判断により、日本相撲協会から横綱審議委員会への指紋は、不運にもことごとく却下され、当時外国出身力士初となる横綱昇進は果たせなかった。その三月場所後、小西木自ら横綱になれないのは人種差別があるからだ。もし自分が日本人だったらとっくに上がっているはずだと語ったいう趣旨の記事が、 ニューヨークタイムズに掲載された。また、日本経済新聞にも、小西喜が横綱になれないのは、人種差別のせいだといった趣旨の記事が掲載された。これらの件に関し、小西喜は、ニューヨークタイムズの記事については、小西喜自身ではなく、自身の付き人である、幕下力士、交流、ハワイ出身が本人になりすまして、電話で答えたものであり、日本経済新聞の記事についても、 人種差別とは言っていないと弁明した。しかし、これらの新聞記事の掲載対象となった発言が、小西樹自身によるものではないかという疑惑から、バッシングが発生た。報道陣から取材が殺到し、謝罪会見を開く騒動に至った。高砂親館からも責められて誰も信用できなくなり、誰も知った人のいないところで自殺しようと考えて、航空会社に電話しようとしたが、当時の妻、 後に、離婚に、電話線を引きちぎられて止められた。翌5月場所直前、一人横綱の北東美が、現役引退し、横綱空位となる。同、5月場所に小二式は再度綱取りに挑んだが、その騒動によるショックの影響もあったのか急勝6敗に、終わりまたしても失敗。この5月場所以降成績は徐々に下降、最高でも10勝がやっとで、終盤まで、 優勝争いに加わることはなくなった。1993年、平成5年5月場所で7勝8敗と解禁負け越しを喫したが、翌、7月場所は9勝6敗と勝ち越して6回目の大関角番脱出。しかし9月場所では、放火式縁による高熱のため0勝2敗13、9と途中休場。そして同年11月場所、通算7回目の大関角番。 当時角番数の最多記録を迎えたが6勝9敗、2場所連続で負け越したために、ついに在位39場所で、大関の座から陥落してしまう。その大関陥落が決まった、同場所13日目の対戦相手は、くしくも同じハワイ出身の後輩だった当時横綱の、明けぼのであった。後に明けぼのは、先輩の大関陥落が決まる日に正直当たりたくなかった。 とても辛い恩返しですと語っている。一方小西木本人は仕方がない。でも、いつかはこういう日が来るだろうと覚悟はしていたと、明け物とは全く対照的に淡々とコメントしていた。なお大関の晩年時代は突っ張ろうにも足が出なくなっていたため、威力がなく前に落ちやすいので、相手を捕まえて自分の正面に固定して少しずつ運ぶという取り口になっていた。 小二式が、大関時代の1987年、11月場所後、横綱、総派黒は師匠らと衝突の末廃業してしまう。これを機に、原則として、横綱昇進は、大関の地位で2場所連続優勝が、絶対条件となったため、常日の関脇時代サバ織の大けがもきっかけに、総派黒は、小二式の横綱昇進を阻んだ最大の加害者と見る、広格化も多かった。 それでも、小西基本人はそうはぐを恨んではおらず、逆に、あの怪我があったから、大関になれたとコメントしている。また、小西基は、体重があまりに重すぎて、大関時代の安定期は短く、仮に横綱になれたとしても、地位を長く守れるほどの実力があったか、大いに疑問視されており、むしろ、横綱になれなかったからこそ、名王関として、名を残せたのではないかという意見が、 一般的である。なお、小西式の10勝以上の場所は32場所と、最高位が、大関の力士としては、海洋の35場所、千代大海の33場所に次ぎ、歴代横綱と比しても注意に位置する。優勝3回で何度も、綱取りに手をかけるなど、戦後大関の中でも、海洋らと同様、最強大関の一人に数えられる。 しかし膝の負傷以降万全でない場所での大負けがあり、大関時代の勝率では小西樹の637に対して同時代の霧島の方が大関在位は短い16場所ながら647とわずかに上回っている。また後年通算1047勝、幕内879勝など大相撲史上1位の記録を塗り替えた海洋は、 大関在位65場所、幕内優勝5回など大多数が、小西式の成績を上回っているものの、大関時代の勝率は、615と小西式を下回っている。翌1994年、平成6年に1月場所、関分けの地位で10勝以上の成績を上げれば、大関特例復帰となったが、初日から8連敗で、ストレートの負け越し決定。 結局2勝13敗に終わり解禁場所では、自己ワースト成績となった。次の同年、3月場所は、1986年9月場所以来7年半ぶりの、平幕、東前頭9枚目に下がったが、8勝7敗と4、場所ぶりに勝ち越しを決めた。その後、平幕上位に復活することは何度かあったものの、三役、関脇、小結び以上への復帰は果たせなかった。 それでも、参照候補そんなのいらないよ。目標は一千万円だよと言ったりしていた。一千万円は、幕内最高優勝の賞金額。1995年1月場所9日目の高通り戦で、水入りの相撲を経験するなど、四つ相撲で自給力の、ある部分を見せつけることがあった。それまで、大関時代の小西樹はどちらかといえば、若鷹兄弟。 ことにしきら更新、特に大関候補に対する憎まれ役を演じ続けていた。しかし、大関を陥落してから、その後、さらに幕尻近くまで落ちても現役に執着する、その姿は最盛期にも勝る人気を得た。特に、同じく大関から陥落していた霧島との平幕対決は、小西の突っ張りか霧島の投げか目が離せないほどのラバル関係にあり、それは、 北の海と和島に似たものがあった。その良きライバルの霧島との幕打ち成績は38回対戦して19勝19敗の全くの5分であった。また土俵上だけでなく悩みがあった時にはこの二人は励まし合っていたという。今でも霧島とは大の仲良しである。またハワイ出身の後輩であり横綱に昇進した明けと武蔵丸は 新弟子時代から小二式を大変尊敬していたそうである。さらに、舞の海との体重差、約二百キログラムの移植対戦も大きな話題になった。初対決は小二式が前頭九枚目だった九百九十四年三月場所で小二式が勝利した。その二年後、九百九十六年平成八年七月場所の対戦では、舞の海が勝ちながらも膝に、 小西式の体重がまともに押しかかり、大けがをしてしまった。その後、前の海は2場所連続休場して平幕から重量に、陥落するも、1997年、平成9年5月場所で前の海が幕内に復帰した時、ずっと心配していた小西式は、自分のことのように喜んだという。なお、前の海とは12回対戦して5勝7敗と、負け越している。 前頭二枚目まで復帰した1997年、平成9年9月場所の11日目横綱、高野花戦では、その場所全敗、放課式縁による5日間の途中休場分も含む、していたものの、立ち合いと同時に、高野花を押し込み、土俵際まで追い詰めた。しかし、高野花の土俵際からの上手投げに小二式は思わず、横転し、惜しくも、金星獲得を逃したものの、 館内は破れ去った子錦に、万来の喝采を送っていた。引退前には怪我のため、痛み止め薬を1日10錠も飲んでいたが、これが災いし、出血性胃潰瘍を発症、巡業先のホテルで大量に下血。体内の血液を40%も失う、危険な状態であったが何とか一命を取り留めた。痛み止めのため発症には気づかず。 入院中も熱い死亡のため外科手術ができない上に、これ以上の投薬は危険と判断され、激痛に耐えながら自然回復による治癒を待つしかない状態だった。なお、この時は風邪による体調不良のため休場と公表していた。回しの色は当初は青水色黒であったが、後年は青に戻していた。 そして幕尻に近い東全島を14枚目で迎えた1997年11月場所本人はこの場所限りで勝ち越しても引退することを決め千秋落にはハワイにいる家族を呼び寄せる予定でいたという13日目に琴の和歌に敗れて負け越しが決まると取り組み後に高砂親方、元子結、び、藤金のところに報道陣が殺到したため親方が 今場所限りでの小西木の現役引退を示唆してしまう。小西木本人は千秋楽まで土俵に上がる意向だったものの、死にたいで土俵に上がることは許されないという当時の境川理事長、元横綱佐田の山の意見により、千秋楽を待たず十四日目、三杉里千の不先輩を最後に引退することになった。元大関の土地あは小西木が千秋楽の土俵に上がった時に花束を渡そうと、 考えていたことをスポーツ紙に明かしたが前日の理より実現できなかった。先週楽の対戦は寺尾との予定で組まれていたが、先日通り、境川理事長の死にたいで土俵には上がれないという理由により、結局同場所先週楽の寺尾戦は割り返されて、幻になってしまった。引退に際して小西は、相撲人生に全く悔いはない。ハワイから日本に来ていい思い出ができた。 相撲をやって本当に良かった。二日間取れなかったが、他の力士に失礼だから、満足しています。ファンの方には、この場を借りて、15年間ありがとうと言いたいと、語っていた。その後小西式は、1998年、平成10年、5月場所後の引退相撲で、寺尾と最後の対戦を申し入れ、心残りだった寺尾も心よく承諾。 取り組みでは小西が寺尾を押し出しての勝利となったが、取り組み後と表情で、小西と寺尾はがっちりと握手を交わしていた。それ以前にも寺尾は、小西らと同じ、花の三八組同士だった北東海とことが、梅の引退相撲で二人ともに、最後の取り組み相手として指名されて勝負していた。なお小西は、大関陥落後も関脇以下の地位で二十四場所、取り続けたが、これは、 当時の歴代最長記録だった、現在は2001年11月場所に、大関から関脇へ、落ち、2013年3月場所で引退した、宮城山の68場所。現役引退後は、取得していた年寄り株を使用して年寄り、助の山を、襲名、しばらく、高砂部屋付きの親方として相撲協会に残ったが、1998年、 7月場所をもって短期間で退職した。2007年6月まで東京新聞有館市場にてこの道を執筆、横綱昇進問題や南海流事件など現役時代のエピソードを含めた自分史を自ら語り今後の進路として音楽プロデューサーの道を歩むことを明かした。現役中からボランティア活動にも積極的に取り組み、阪神。 淡路大震災の復興支援などを行った。1997年には小西基金を設立し、ハワイの子供への修学援助や日本との文化交流に力注いでいる。横綱にはなれなかったが、その存在感、人気は横綱クラスで人格者として各界の人気、地位を向上させた。実際に横綱空位が要因となって1992年4月から、 明けぼが横綱昇進を果たした993年2月まで最高位が大関の力士としては唯一となる力士会の会長を務めた。また初めて外国人大関となった小西式の存在が外国人力士の評価を高める上で大きく役立ったことも高く評価されいる。相撲協会退職後はたびたびテレビ番組の企画でダイエットに挑戦したが、 減量とリバウンドの繰り返しであった。調子の良い時はまっすぐ歩けるが、体調が悪くなると、横ブれがひどくなり、痛風や糖尿病、膝の痛みなどで、1ヶ月に一度は入院するようになった。ついに体重が3 0 0ラムを超え、現役時代に痛めた膝を手術するにも支障が出るばかりか、このままでは死んでしまうと思ったため、 事務所の社員があらゆるダイエット法を調べた末に、胃の縮小手術があることを知り、2006年12月、芸能活動を中止して、妻と二人、ハワイに渡った。会社、芸能事務所 KP a のタレントは、当時、僕だけ。休んだら、誰が、社員の給料を払うんだと、決心がつかなかったが、妻から、お金がなかったら、ハワイの家を売ればいい。二人で生きていけば、 なんとかなる。でも今、手術しなきゃ生きることもできなくなるのよと後押しを受けて、治療に踏み切った。小二式がハワイに渡ったのは、胃の縮小手術に、日本の保険が適用されなったからであったが、手術を受けるには、新機能や血糖値を正常にする必要があり、まずは、自力でダイエットし、健康体にならなければならなかった。1日の食事を5回に少量ずつに分け、一口の、 食事を2分もかけて食べる練習を行い、小2式は後にこの時について、相撲会で1日2食のドカ食いをしていた僕には、本当にきつかったと10回している。これじゃあ、せっかくの食事も、美味しくないよというぼやきを、妻は笑顔で無視し、はい、ゆっくり食べてねとつきっきりで見守ってくれた。半年間にわたって、食習慣改善を行い講習を受けたが、なかなか手術の許可が下りず、 ハワイに渡ってから1年1ヶ月後の2008年2月、ようやく胃の縮小手術を受けた。術後、急激に痩せたので尿酸値が急上昇して、持病の痛風が悪化し、痛みで寝たきりになることもあった。しかし手術のかえあって3ヶ月で7 0ラム、減量し2 3 0ラムになった。2009年7月には1 7 4キログラムまで減量し、 それまでは座って行っていたコンサートでの歌唱をもたって行うことが可能になった。さらに、減量によって余剰となった皮膚の切除を決意するものの、脈が1分間に38しかないスポーツ心臓の持ち主だったため、術中術後管理の困難さから手術を承諾する、病院探しに難航するも、結局10時間を費やす、大手術によって2 1ラム分を切除したことによって、 重は 153kg となり、寄生服も着ることができるようになった。また、この減量により、複数回にわたる膝の手術も行い、歩行も改善されている。減量がここまで成功した背景には、下下手術のみならず、これまでにない食事制限が関係している。2013年10月15日に、都内で行われた、オスター。 マイブレンダーの記者発表会に出席した際には2年くらい食べ方を変えてて普段は目玉焼き一つにご飯と納豆くらいと本人が食事量の変化を証言しておりほとんど食べ物も置いていないうちに帰ると刑務所ですとその過酷さを語った上で奥さんは世界一の人ですと協力に対する感謝を大いに力説した 最終目標は 130kg に設定している。医師が設定した理想体重は 135kg 前後。現在本人は至って健康体であるが、結果としてあまりにも急激な減量に成功したためか、詳細を知らぬ人物から、どこか具合でも悪いのですかと心配される声も多いという。5歳との結婚により、長生きをしたいと思ったことが、 この減量を支える決意になったと語っている。カッコ内は、勝敗数の中に占める、不戦勝、不戦敗の数。現在は、NHKE テレの平日6時35分マイナス6、45.17、10から17時20分に放送される、小に向け教育番組、日本語で遊ぼにも、コニちゃんの名で出演している。微笑ましい姿で、 子供たちからの人気も高い。その時歴史が動いた2006年8月23日放送では故郷ハイの英雄カラカウヤオを演じた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。